高先生の仁義ということで、今回お客さんをお招きしてます。よろしくお願いします。はい、今回は高先生といえばこのアイテムということで、いくつか紹介して僕たちの思い出話話していこうと思います。それでは早速一つ目。エナジードリンク。飲まれてました？これ逆張りして逆に飲んでなかったです。あ、いいっすね。高先生っぽい。なんか僕の思い出は、まあ、テストちょっと間に合わないなって時に飲んで、まあ徹夜してましたね。はいはい。周りにそういう人いました？いました、いました。カフェインの錠剤を、なんか錠で売ってるやつがいました。ビーラーみたいな。売人みたいなやつがいました。え、面白。え、その、カフェインのピュアな錠剤ってこと？はい、そうです。で、多分一粒数円ぐらいしかないんですけど、まあ一粒100円ぐらいで売ってたんで、なんかやばいやつだと思って言ってました。いや、ガチででしょ。もう、砂糖もいらない、炭酸もいらない、もうカフェインの錠剤？はい。やば。トラックの運転手の方とかが服用するやつです。ガチですね。そんな、結構貴重な話じゃないですか。もうそうですね。これやりすぎ注意で、だんだんね、高学年になるにつれて、効かなくなってくるんですよね。で、よく寝落ちして、朝チューンしてましたね。怖い怖い。ということで、次の話に行きましょう。はい、次はね、関数電卓ですね。うん。あ、これ、仁義ですね。なんか、思い出話あります？あんまないと思うんですけど。どうでしょう？そうですね。多分、結構関数電卓使ってたので、確かここの一番右側のやつを使ってたんですけど、4年生ぐらいで計算量が増えたんで、なんかメモリが足りなくなって、もうちょっといいやつ買った記憶があります。それは結構面白い話ですよ。多分、藤本くん、結構マニアックな数学やってたんだろうから、そう、多分ね、計算量足らなくなったって話はね、聞いたことないですよ。そうですか。なんか、予算やつだと計算できませんみたいなので、あ、そっかと思ってもっと使いました。僕のエピソードは、1年生の頃あんまり使い方わかんないじゃないですか。うん、で、まだ度数法しか知らなくて、コド法知らなかった頃に、はい、なんかどっか触っちゃってね、コド法モードになっちゃってて、テストで10点、15点分失点しちゃうっていう、最悪だったっていう思い出があります。はいはいはい。だから75度とか135度っていちいち計算しなくていいよ、関数電卓使ってねって先生アナウンスしてたんだけど、135ラジアンで計算されちゃって、よくわからない値に出ちゃった。最悪。あ、僕もう一つあって、ケースあるじゃないですか、関数電卓。テストの本番の時持ち込んじゃダメじゃないですか。うん。まあ、外しましょうみたいな。不正防止で。で僕、やっぱ徹夜明けとかだから、うっかりしてて、もう机の上置いたままにしちゃってテストスタートしちゃったみたいな。でも、不正になるじゃないですか、バレたら。だからもう、平然とね、その場をやり過ごしましたね。もう、解いたら、もうすぐ問題用紙でケース隠して、もう、おとなしくしてました。マジで危なかった。うん、ワンチャンカンニングになりかけた。怖いですね。うん、なんか、エピソード思い出しました。真面目なアドバイスをこう先生にすると、関数電卓のメモリ機能あるじゃないですか。A から E ぐらいまで、なんか、数字代入できる。あれをスピーディーに使えるようになると、関数電卓を使う計算が早く解けるようになります。あー、なるほど。はい、途中の数が複雑になるので関数電卓使っていいよって言われてるじゃないですか。それを、いちいち打ってると遅くなるんで、この数字は途中で使うから代入した方がいいなみたいなのを、関数電卓にパッと代入できるようになると、スピードが上がるというのを、高専3年生ぐらいで気づいて練習してました。ああ、確かにそういう小技ありましたね。あ、いい話だと思います。はい、次行きましょうか。実習用具です。はい、3つ目、はい。これなんかあるかな？あ、僕は情報だったから、この実習用具っていう用具がなかったから、他の学科の人を見て、あ、アイテム持ってるなっていつも眺めてる感じでした。僕も電子機械だったんですけど、あんまりこういうのを触る人ではなかったので、うん、持ち歩いたりはしなかったんですけど、まだ持ち歩いたり、なんか休み時間にマイコンじってるやつありました。ああ、高先生っぽいな。あ、なんか、製図がある学科とかだと、この筒とかでね、チャンバラしてたりとかしてましたね。おいおいって感じなんだけど。あと、まあ、用具じゃなくて、器具とかなら、まあ、話せて、なんか実験手順正しいんですけど、歴代の先輩が使ってるから、こういう回路素子に故障があって、ちゃんとやってるのに実験長引いちゃうみたいなこともね、結構きつかったですね。なんか、実験器具は壊れるのつきものですよ。そうですよね。卒業までに、クラスメイト合計多分コンデンス何個爆発させたんだろうなっていう。そうね、なんか、一回の回で、はい、まあ、コンデンサーの爆破実験っていう、はい、爆破を前提とした実験だったんだけど、はいはい、まあ、そう、爆破実験じゃないけど、よく爆発はしてましたね。ね、他の回で。そうですね。徳山高専でちょっと有名なのが、この、教育用マイコンって言って、テックって言うんですけど、これをよく持ち歩いてましたね。コンピューターの性質とかを、この一本のね、基板で知ることができるっていう。うん。すごい良かった授業でしたね、これは。はい、はい、はい。はい。じゃあ、次行きましょうか。四つ目、まあ。ツイッターアカウント。はい、結構ね。有名ですよね。高先生といえばなんかツイッターでね、ネチネチ言ってるイメージありますけど。僕は現役生の時、がっつりやってましたね。あ、そうなんです。なんか、陸上部で爽やかかわかんないけど、体育会系っぽくて、なんか、やってなさそうだったけど、一番ネチネチ言ってましたね。なんか、高専に対する不満とか、先生の授業がどうたらとか、なんか、ギャップがあったと思います。確かに、今言われて思い出したんですけど、友達と学生業の悪口とか言った気がしますね。あ、まあ、愚痴というかね。うん、はい、これやりすぎるとね、怒られるからね、本部から。はい、先生方もね、パトロールというか、まあ、ちょっとね、苦情が入ったらパトロールするので、まあ、やりすぎ注意。はい、うん、いや、まあ、やんない方がいいですよ、ツイッター。うん、そうですよね。今僕、プライベートのアカウント持ってないんですけど、なんか生活の質上がった気がします。あ、
ですよね。なんか、やってても生産性ないし、ね、人の愚痴とか見ちゃうから、うん、なんかよくない気がするよね。まあ、使い方ですよね。なんか、高専生ツイッターやってるって雰囲気あるんで、なんか他の学校の先輩とかに編入試験の情報聞いたりとか、進路の情報聞いたりとか、まあ、うまく使ってる人はいるかなと思います。ああ、そうだね。ロムアカ推奨。うん。うん、そうですね。ロムアカ推奨ではあります。はい。はいはいはい。確かに、最後、ちょっとネタ一個思いついたんですけど、なんか、はい、やっぱりね、僕の同年代で、まあ、円満な家庭築いてたり、もう、そういう、初対を持ってる人は、学生の時、ツイッターあまりやってなかった人が多かったかなっていう印象。ちょっと言い過ぎるとね、延長するからね、延長するからね、言わないけど。確かに、それはそうかもしれない。いや、僕もちょっと、思わなくなる、はい、ツイッターやってる高専出身の友達のリストを作ったんですけど、ね、あんまり初対もそういう意味しないです。そうだよね、なんか、あ、もう結婚したんだとか、あ、彼女と仲いいんだって子は、あ、学生の時なんかロムアカかツイッターやってなかったなって子が多くて、あ気づいてしまったうわ、それは結構調べたいですね。ね、あ、統計ね、ガチの統計ね。それはちょっと社会調査したいです。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ最後、うん、過去問ですね。これもね、はい、エピソードたくさんあるから、いや、何個かに絞りたいですけど、うん、なんかありますかね。過去問ですか、僕は行で、引き継いでましたね。先輩からもらって、自分たちの答案を作って後輩に渡すみたいな文化がありました。あ、いいですね。ちゃんと先輩してますね。うん。なんか、ツイッター見てても、なんか、先輩誰かがサーバー立てて、うん後輩がアクセスできるようにしてあげてるっていう高先生ちょいちょい見かけるので、うん、ああ、優しい子がいるなと思いますね、うん。うんうんうん。そうですね。なんか、先輩からドサッと冊子とか渡されて、なんか過去問業者みたいになっちゃいますよね。なんか業者一人ぐらいいますよ、逆に。そう。これまたね、さっきのカフェインじゃないけど、売人みたいな、ディーラーみたいな感じになっちゃいますよね。そうですね、うん。僕はちょっと過去問プチディーラーで。一つちょっと違った角度では、過去問でも、ちゃんと模範解答が書かれてあるやつと、なんか、40点、30点の手がかりがない過去問が2種類あるなって思って。そういうのもあったし、あと、ま、先生の授業ではよくわかんなかったけど、先輩が残してくれてる模範解答付きの過去問で、なんか、しっかり勉強できるみたいな。あ、この問題ってこういうことだったんだ、みたいな。そう。過去問が役に立つっていうこともあったかなって思います。先輩が残してくれた手がかりをもとに、なんか辿っていくみたいな。うん時間を超えて意思疎通するみたいな感じがすごい良かった。暑かった。そう。はい。そんな感じですかね。はい。ありがとうございます。エナドリ、関数電卓、実習用具、ツッカー化、過去問ということで、楽しくお話できました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。ということで、今回の動画締めていこうと思います。最後にね、サクッとでいいので、テクノゼミさんの宣伝よろしくお願いします。はい。高専テクノゼミでは、高専から大学編入試験と定期試験対策を通して、高専の出口のサポートをさせていただいております。ぜひ、学習相談無料で行っておりますので、お越しください。ありがとうございます。はい。おすすめです。それでは、終わっていこうと思います。あなたの選択肢に、高専を。動画をご覧くださり、ありがとうございました。一瞬で終わりますから、チャンネル登録、通知オン、グッドボタンをお願いします。動画のリクエスト、ご自身の体験、コメントでぜひシェアしてください。もし、今年度、高専受験予定の方、ご家庭、ご本人が動画をご覧の場合は、高専受験生向けの教材、動画、これからたくさんアップロード予定です。ぜひ、引き続きこちらのチャンネルの動画をお楽しみください。毎年、このチャンネルや動画をしっかり見て、高専受験を有利に進めている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも引き続き一緒に頑張っていきましょう。在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。もう、定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。大日本図書の教科書ガイド。解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい。途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。短期受講生募集中です。4月、5月、6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみたいですという方募集中です。概要欄、コメント欄から体験授業のお申し込みをお待ちしております。大学編入への過去問配布中です。こちらのアンケートをお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問プレゼントいたします。ぜひともアンケートをお答えください。新1年生向けの予習講座のご案内です。前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策のめちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専新1年生授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。大日本図書の線形代数微分積分1を想像していただけると分かりやすいと思います。こちらの教科書、丸々一つ分、丸々一冊分、それぞれ解説、授業をしています。予備校レベルの分かりやすい授業になっております。実際にこれを使われた方がね、大学編入を有利に進められたりとか、定期試験で80点、90点取れるようになりましたという声たくさんいただいています。ぜひともこちら、ご利用ください。高専生向けの授業資料も配布しています。こちらもアンケートを答えていただいたらですね、アクセス URL をお送りしていますので、ぜひともご利用ください。